下谷敏弘は1952年鹿児島県に生まれる。鹿児島大学を経て1977年順天堂大学大学院を卒業。同年市川進学教室、現在の一進ホールディングスに入社。10年間講師を務める。2001年取締役第二事業本部教育本部長に就任。2008年常務取締役に就任。2011年代表取締役社長に就任。現在に至る。早速ですが、はい、プロフィールを拝見いたしますと、下谷さんは10年間講師をされていますが、はい、生徒さんに教えるときにどのようなことを大切にされていましたか？教えるっていうのは結局学ぶことと、よく言われるんですけれど、はい、どちらかというと私自身は学ぶことだらけの多分先生だったような気がしてますね。もともとそういう教壇のようなところに立ってみたいっていう思いは若い時からあったんですか？いや、あんまりなかったですね。ただ教えてみると、当初ここ経営された先生方の授業を見学させていただいた時に、学校の授業とはもうあまりにもこう格段かけ離れた授業を展開されるんで、そういう意味で非常に興味が湧いたという経緯はあります。そして2011年に代表取締役社長になられる、はい、これどうだったんですか？この社長っていうふうに言われた時は、ある面生徒数の移り変わり、それからこれから先の状況というのはある程度というかかなり予想はついていましたので、困ったなというのが正直なところで、かなり、躊躇する部分は多かったですね。そういう経営はどうだったんですか？以前ですと、教室を出す、それで一応生徒が来る、ということで、売り上げとかを確保している時期もありましたけれど、いずれ今度は教室を出すということ自体が、逆に言うと生徒が集まらなければ、そこはもう固定費で、借りてるわけですから、当然赤字になるわけで、数値はいろいろ見てましたけれど、やっぱりこれ下がっていくなというのははっきり予測はできてましたんで、そういう意味でちょっとためらう部分の方がどちらかというと多かったかなという気がします。とても大変なとこで社長業を引き受けられたと、そこで出てきたこの最初のキーワードが長所を伸ばす、これは具体的にどういうことなんですか？教室を出す、それで一応生徒数を確保していくということのある面限界、とかがありまして、一つ一つの教室ごとの結局3年間4年間の生徒数の推移、それからを見ながら、もちろんこれ当然損益を考えなきゃいけないんですけれど、その段階で、これは明らかにここのエリアではちょっと、集客が難しいだろうという教室に関しては、業態をいわゆる集団で教える場合でしたら、結構な大きさの施設が必要ですけれど、個別の場合でしたら、器を小さくするというか、そういう形で一応集団から個別へ、で個別で結果が出ない場合であれば、一応もう閉じていくという、そういう形で、まず全体的な一応教室の見直しという形で一応、まず最初は動いてみました、ね。はい、その今のお話の中で出てきたことっていうのはどっちかというとこのうまくいかない部分、短所を直すっていう感じがするんですが、一番最初におっしゃったキーワードって長所を伸ばすですよね。これは長所はどこを伸ばしてますか？我々自身が一番強いというか、きちっと知名度実績含めて、やっぱし千葉、それから東京、それから、茨城という、この一都二県に関してが自分たちの一番の強みが発揮できる場所ということで、こういうこの少子化の状況の中で主に教室はそういうエリアに展開して一応やっていこうということで、具体的にはもう昨年から動き出してますけれども、やっぱしそれなりの効果というのはやっぱし現れてますね。ですから小売なんかで言えばお客さんがいて、もうここでライバルも少なくて売れるところをそこだけに特化していくと、これが長所を伸ばすというやり方なんですかね。つまり勝てるところで勝負していくということです。そうやりたいという、他はありますか？あとは予備校の方で、先生方のライブの授業を、もちろんライブの授業を取るケース、それからスタジオで取るケースとかいろいろあるんですけれども、その先生方の授業を、
まあパソコンで見れるように、映像事業といいますか、一応我々ウィングネットという名前で呼んでますけれども、それが8年ぐらい前に開発しまして、今これが一応全国1500ぐらいの多分教室で、多分ご覧になってらっしゃるというか、そういう映像事業をある面持っている部分も、これから先将来 の今 ICT の事業というのは非常によく言われてますので、そういう部分では自分たちにとって大きな武器の一つではないかなと思ってます、はい、ということでここでウィングネットの受講風景を取材してまいりましたので、こちらをご覧ください。一新ウィングネットは優秀な講師の授業を撮影してサーバーにアップし、生徒たちはストリーミングで思い思いの授業を受講できるというもの。現在は一新予備校の高校生に配信しているほか、地方の塾や予備校に向けた外部販売を行っている。受講生はどんなメリットを感じているのだろうか。一番いいところはやっぱり何度も繰り返し見れて復習もできるし、あと部活とか忙しくても好きな時に見れるんで、そこが一番の利点だと思います。なんか学生たちにもね、評判はいいって感じですね。やっぱりフレキシブルに本当に勉強ができるっていうのは、学ぶ方からとってもメリットは大きいですよね。今後その地方の塾だとか、いろんな予備校の方へこのウィングネットを広げていこうというプランが終わりだというふうに伺いましたけど、どのあたりへこう、もう地方の塾予備校さんはかなり入ってます、で現実今は私立の中高、それから県立の高校、それから大学の方のリメディアル教材というか、要は1学期中にもう1回高校の家庭用とかいう部分でのリメディアル教材という形で、導入されている大学もあります、ビジネスとして考えた場合には、講師をそういう優れた講師を限定した数でオペレーションしながら生徒の数は増やしていけるというか、確保していけるってことですから、これはビジネスモデルとしては非常にいい、これは非常にいいと思いますね。でこれ全国で同じクオリティのね、授業が受けられるってことになりますね。分かりました。では続いてのキーワードは何でしょうか。人間力を育てるです。人間力です、はい、大切です。強みのある地域への教室展開と映像事業で攻めに転じた一新ホールディングスのリーダー下谷俊博。次なるキーワードは人間力を育てる。その真意に迫る。